沖と言います。おはようございます。僕は北海道の、アイヌ人の、血を引いております。で僕のバンドの名前は沖ダブアイヌバンドと言います。僕は違う仕事していて、その音楽の仕事じゃなかったんだけど、まあ、ある日本当に偶然トンコリと出会ってから、その楽器をこう使って表現するっていうことを決心したんですよ。22年前ですね。人間の生き方2つあると思うんですけど、一つはその人にこう使ってもらったりして生きていくような生き方と、あと自分がボスになって自分のしたいことをする生き方っていうのがあると思うんですけど、その自分が好きなようにするのっていうのは結構難しいじゃないですか。で僕最初彫刻家だったんですけど、最初その彫刻でその自分でその自分の人生をコントロールしようと思ったんだけど、うまくいかなくて、でやっぱりその誰かに使ってもらってお金をもらうっていう方向をやっぱり誰でもそうだけどさ選ばなきゃいけなくて、で当時僕その自分のアイデンティティが日本人とアイヌっていうところで悩んでたところもあったんですよ。人は人種とか関係ないって、まあ、励ましてくれるんですけど、でもこう、まあ、アーティストでいるとその自分のバックグラウンドアイデンティティっていうのをこうどこかに置いといて何かを表現するっていうのはちょっと僕には難しかったんですよね。だけどレゲエはいつも俺にこうやって問いかけるんですよ。 Back to the roots って。でそれをどうやってこう表現するかっていうのを考えてた時にトンコリが現れたんですよ。 それで初めてその自分が自分のバックグラウンド ルーツであるアイヌ文化と具体的に関わることができる、そのまあ、マテリアルじゃないですけど、それ大事な存在になっていくんですね、トンコリは。サハリンロック、トンコリ、ハウルマヌ。で、ラッキーなことに、トンコリがある意味アンタッチャブルな領域だったんですよ。例えば言葉の分野とか歌の分野だったらいろんな研究もされていたし実践しようとしている人もいたんですけど、そのトンコリを何こうもう一回リバイバル、本当に弾く人もいなくなっちゃって、アイヌの中でも本当に一人二人って弾ける人がいなくなってしまって、僕が始めた頃は本当にいないような状態だったんですよね。ですからその昔のことだけをこうもう一回繰り返してやりたいっていうのがアイヌの気持ちであるんですけど、まあレゲエで言うとストリクトリールーツっていうやつなんだと思うんだけどね。でだけどストリクトリールーツいいんだけど、っていうのかな、今度はなんていうのかな、生きてるっていう意味では保存だけだとちょっと違うと思うんですよね。で僕ドラムとベースとやってますよね。でトンコリもギターアンプから音を出すことできるし、保守的じゃないんですよ。一般の人のイメージがそのアイヌはこう自然と共にこう生きていて、生きているその素朴でなんかナイーブな人たちっていうイメージがすごくあるんですよ、僕ら。だけど僕らの歴史よく見てみると全然閉じてる文化じゃなくて、その時代時代でその自分たちは見たりもらったり
交換したりしたものをインスピレーションにアイヌ文化を発展させてってるのね、必ず。これは何かっていうと、やっぱりその人と人のつながりがあるから文化が生まれるんですよね。人と人のつながりっていうのはアイヌ同士だけじゃなくて、例えばアイヌとシベリアの他の先住民族の人たちとの交流、あるいは中国との交流、あるいはロシア人との交流、そして大事なのは日本人との交流っていうのがあって、そういうあの周りの世界と連動して動いてたんですよ。だからトレーダーですよね。その交易をするっていうのもアイヌ文化のすごい大事なところで、僕のあのトンコリイレクトリックワイズされていて、でかい音出るんだけど、それは伝統的じゃないって言われちゃうとそうだし、そんなのがトンコリの音じゃないなんて言われたらそうなっちゃうかもしんない、まあ、だけど例えばね、今そういうことやるからなんか違うんじゃないかって言われちゃうけど、多分これが例えば14世紀のあのどこかサハリンの一番北の方のトレーディングポスト、そこでそのいろんな例えばさ、ラッコの皮とかそのガラス玉とかその交易品があるでしょ。その中にもしフェンダーのツインリバーブが14世紀のそこのトレーディングポストにあったら、アイヌどうしたかっていうのがクエスチョン。俺は買ったと思うんだよね。これでトンコリつないだら大きい音出ますよ。オッケー、じゃあラッコの皮10枚とどうですかみたいなさ。僕がその自分のコンセプトをこう割と旅をするっていうことは昔のアイヌもやってたことだけど、あのトレーダーだよね、僕のやってる仕事は。それでフェスティバルとか来ると今度はもう世界中からさ、そういう人たちが集まってくるじゃないね。だもうこれはだからもうあのすっごい面白い現場だと思ってる。